どうも、中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリームコミックススラムダンク編すごいぞよろしくお願いします。すごいんですよ、もう。スラムダンクができるっていうだけでね。ついに来たということでございます。さあ、スラムダンク。伝説の漫画なんですね。正直僕ら世代で知らない人いない。1990年から96年まで連載されていた伝説のバスケットボール漫画。今回はね、その完全版。 24冊あるんですよ。その表紙美しいです。完全版。綺麗ですね。こちらを元にですね、ちょっと解説していきたいなと思っております。このスラムダンクね、あの、バスケットボールの漫画なんですね。全く知らない人にもね、あの、今日はこれが一体名前だけしか聞いたことないって人も多いと思うんですよ。なので、どういう漫画かっていうのを分かっていただきたいし、話聞いたら読みたいって。 絶対に読みたいってなるように、そういうお話を僕させていただきたいから、どうか聞いてほしいし、読んだよって知ってるよ好きだよって言う人もですね、思い出して、ああまた読みたいって、絶対なるようなお話、今日僕絶対させていただきますので、もう、聞いてください本気です僕なりの解釈もありますし、その上で事実の部分もありますし、でもね、24巻あります。6年連載してたものです。アニメもやってました。それをね、僕が、 ね、動画二つ分に、30分、30分ぐらいの動画二つ分で喋るってすごいギュッとしなきゃいけないから、あ、あのキャラクター出てこないのえ、あそこの話カットなのそういうとこあります。だからこそのエクストリーム、許していただきたい。あのキャラとあのキャラ出てこない。許していただきたい。でも、それでも伝えたい人たちがいるから、伝えたい、伝えるべきストーリーがあるから、それをですね、まとめてギュッとお話しさせていただきます。このね、スラムなんか何がすごいって、少年ジャンプ。 ね、あのザ少年漫画といえば少年ジャンプでしょそのジャンプの最も売れていた部数黄金期言ったら今電子コミックだとか何だとかもういろいろ見るもんあるからもうその雑誌をね漫画雑誌をコンビニで立ち読みしてわみたいなああいう時代からねまあ立ち読みすんなよと買えようと言うんだけど少年時代金がない時立ち読みしてたりした時もありましたすいませんでも漫画買ったりしました。その上でね こう無我夢中で、こう、部数がねジ、ジャンプ史上最大になった時の看板漫画なんですよ。看板漫画ね。そのスラムダンク、もう栄光のジャンプのあのドラゴンボールとかね、悠々白書とかルローニケンシンとか、もうあの90年代の少年ジャンプ黄金期真っ盛りの看板漫画でございます。その上で、さらに特別なことがあるんです。このスラムダンクというのは、なんと、終わり方がすごいんです。 言ったら、連載漫画の初業としてですね、まあ、業として、運命として、人気がある限りは、ずっと連載を続けなきゃいけないわけですよ。連載、だから、強い敵を倒した、良かったね、もう最高に話としてピーク迎えたよね。だけど、人気あるし、まだまだ先生書いてくださいと、うわぁ、ここで終わった方が作品としては綺麗だけれども続けなきゃいけないのかと言ってですね、だんだんと人気がなくなっていって、 終わる漫画の方がほとんどというかほぼ全て。にもかかわらずなんとですね、スラムダンクは人気絶頂の時に最終回を迎えます。 かかりますか最終回になると、やっぱりパワーダウンしてるから最終回になる。これが連載漫画の宿命ですよ。だからこそ、単独で今表紙を飾っても、パワーは弱いよねとされてしまう。だから、死に際というかね、その漫画の終わり際でも表紙を単独では飾れない。それが定石。それが普通。それがあの王道王者。少年漫画ジャンプのですね、もうジャングルの掟手なんですよ。ね。 死ぬ時はもうしょうがない人気はもうないんだということで終わるそうじゃない終わり際もう表紙を堂々と飾りもう本当と大往生したというこのスラムダンクはもう伝説なんですよあまりにも鮮烈な終わり方をしたためにですねなんでだと もうその終わり方で良かったのか。なんで終わったの続きを変えて終わらないで。そんなことがですね。もう何年も何年も、もう20年以上にわたってずーっと議論される、そんな漫画でございます。伝説の漫画。そしてこの6年連載されて、完全版に至っては24冊出てるんですから、まあ、この24冊をもとに僕はね、あの話を進めたいね。通常版はね、30巻、31巻の上で出てるんですけど、通常版じゃなくて完全版。僕完全版好きなんです。 なんでかって言うと表紙がむちゃくちゃ美しいんですよむちゃくちゃゃく美しいの表紙がこの完全版大きさもすごいちょうどいいしあの、そのそジ,ジャンプコミックちょっとちっちゃいよねもう大人になるとさこういうのをちゃんと本棚に置きたいっていうそれぐらい豪華な感じなのもうほんとバコに置ける葉巻みたいなそういう状態、ね、もうこれはもう大人になったらこっち買いたいねだからこの完全版の方に僕は惚れ込んでるんでこっちをベースにお話しさせていただきます。 えー、24冊ありながら、これ何がすごいってね。普通バスケットボール、高校バスケットボールのね、スポーツ漫画だったら、1年で入学して、2年で成長して、3年生で黄金期を迎える、そういうですね、まあ何度も何度も戦えますわな。違うんです。なんと主人公桜木花道がバスケ部に入ったその高校1年の春から、夏のインターハイの終わりまでのたった半年かな。たった 半年間を6年かけて丁寧に描いてるんです。これすごいことなんですよ。えっみんな愕然とします。スラムダンク面白かったよねとか、スラムダンク最高だなって言った後に、えっ愕然とする。これたった一夏の出来事。なんて濃密なのそこ。スラムダンクはですね、実はめちゃくちゃ丁寧なんです。正直、努力友情勝利で有名なあの少年ジャンプね。 やっぱ能力バトルとか、そういうとんでも展開とか、そういうのもありながら、少年たちの心に火を灯してきた、そういう歴史があるんですが、このスラムダンクというのは、むちゃくちゃ丁寧で誠実なんです。だから、とんでも展開とか、能力バトルとか、そういうことではなく、彼らのですね、心に抱えている葛藤と成長と、が、めちゃくちゃ丁寧に書かれてるし、なんせ、試合がむちゃくちゃ丁寧なんですよ。 試合がむちゃくちゃ丁寧に描かれてるから、もうね、本当の試合を間近で見ている以上の丁寧さで、もう心の動きから、戦いの、もうその、一個一個の得点から、一つ一つのプレーから、全部をきっちり見せてくれる。こんな漫画ないんですよ。 こんな丁寧なバスケットボールへの愛と人間への愛に溢れてないとこんな描き方ができない。これを読んでですね、心がねじくれる、ねじ曲げられる。そんな少年はこの国に一人もいない。この漫画読めは誰しもがですね、まっすぐで熱い心を学ばされる。そういう漫画なんです。ぜひ読んでいただきたい。ね。この半年間、丁寧に描く。そんなことできるんですか ?6 年もかけてできるんです。その代わり、試合数。 少ないです。振り返ってみて改めてびっくりしました。なんと6年かけて8試合しか描いてないんです。たったの8試合ですよ。<laughs> 6年です。8周少ないんです。すっごい少ないんです。しかもね。湘北と。 どこどこ、湘北高校っていうのは主人公のリチウムですね。桜木花見という主人公が湘北高校というところ。ここは去年インターハイ1回戦敗退してます。ねそういうあまり期待されてない高校ですね。そこの高校がいろんなライバル校と戦うんですが、そのライバル校同士の戦いっていうのが1試合だけ1冊挟まれるんですが、それ以外はね、練習試合1試合で、 公式試合で言うと、1、2、3、4、5、6試合だけで終わるんですよ。でもその分めっちゃ丁寧。このね、関数の配分がめっちゃ面白いんですよ。関数の配分。これね。実は、この公式戦、練習試合に至るま、で練習試合含めるんですけど、公式戦に至るまでなんと6巻かかります。の <laughs>、戦わないの。6巻戦いません。 六巻まで、まず丁寧に主人公たちが誰なのかっていうのを描きます。バスケットボール5人で出ますよね。その5人。後にレギュラーメンバーになるその5人。桜木、ルカワ、赤木、宮城、三井。この5人が本当に大事な5人です。もうこの5人が全てです。そしてこの5人がめちゃくちゃ愛おしくなる漫画。 この漫画はなんでこんな多くの人に愛さ,愛されたのか。もうジャンプ黄金期の看板漫画になりましてね。その理由っていうのはこの5人にあると僕は思います。なぜならこの5人がですね、読者のあらゆる、あらゆる読者のどこかで刺さるんですよ。ああ、俺はこいつだ俺はこいつだっていう読者が続出。ね。この5人それぞれが抱えているものがあまりにもですね、いろんな こう、人生において向き合ってきたみな皆さんの葛藤があると思うんですねそれを5人が抱えてるそれを丁寧に描いて集まるまでをこの6巻かけて描くんですそして集まってからがようやく7巻ねそして試合を見てください関数に実はばらつきがあるんですね三浦大線は7巻1冊だけ商陽線は2冊で海南線が3冊かけてますだだだから、ここで、んんと試合が 丁寧に描かれ度が増してきてますよね。海南っていうのは、海南大付属という、この神奈川県の高校なんですね。この湘北っていうのは、あの、湘南ありますよね。湘南エリア、東京、あの、神奈川にね。湘南、かっこいいですよ。湘南、サザンね。海ね。江ノ島、うわぁ、最高ね。そんな海辺の湘南っぽいエリアを元にした高校なんですよ。だから湘北ね。で、そんな海南大付属は、その神奈川県の絶対王者。 16年連続インターハイ出場のとんでもない化け物がもうたぶん神奈川のボスキャラですよ。そのボスキャラと戦うっていうところで3。だけどね、ここ、遼南っていう高校があって、そこにはなんと4冊描いてる。ええー、と。 ここで4冊、その理由もある。だけど、もう全然ね、その戦う,う,う、相手によってですね、関数が変わるんですよ。で、両南戦4冊、これでもうとんでもないクライマックスを迎えます。うわぁインターハイだよなぁっていうところを迎えるんですが、その後ですね、インターハイでの、ここ、最後の戦い見てください。なんと5冊 !1 個の戦いに5冊 かけてるんです。24分の5がなんとたった1個の高校との戦い。しかも、すごいのがその配分。前半20分に1冊かけて、後半20分になんと4冊かけて。 すごいんです。この配分、後半20分に4冊かけるんですよ。20分間を我々は何時間かけてこう読めばいいのかという、そういうですね、もうとんでもない丁寧さで描いてるんです。この傾斜配分こそがですね、このスラムダンクっていうものの異性。そしてここで終わったズバンここがまずはすごいんだっていう、ここを頭に叩きつけてください。ね。 叩きつけるとか刻み込んでください。なんで叩きつけとか、もうスラムダンクに影響されてますね。スラムダンクってまず言葉わかりますかダンクシュートってのはですね、バスケットボール、基礎ですけれども、まあね、こう、バスケットゴールってのが上にかかってますが、まあこれ、バスケット、語源になりました、カゴって意味ですよね。だから輪っか、リングがあって、その下にネットがある。そのリング、高いリングに向けてボールを投げて、そのリングを通ったら2点。その決められたエリア。 より遠くから投げたら、スリーポイントシュートといって3点入るという、そういうルールですよね。そんな中でダンクシュートっていうのは、自分の手でボールを持った上でそのままリングの中に入れるという。そういうダンクシュート。だから、手を離さないですね、ボールを。ボールを持ってもそのまま入れるっていう。だから、すごいジャンプ力があるか、すごい背が高いかの、どっちかですね。じゃなきゃできないという。まあ、だから派手な技ですよ。 ポーンって入れてスパン。それもかっこいいんですけど、ドカンって決める。その方が、まあ、盛り上がるわけですね。そんな中でも、それがダンクだとしたら、スラムダンクというのは何なのか。スラムダンクというのは、その叩きつけて方が尋常じゃなく強くてですね、もうバスケットゴールが軋むんですね。ぎしんぎしんと。で、もう、もう、ゴール壊れちゃう というぐらい。ぎっしりもうてか叩きつけ方が半端じゃない。俺はドゴンドーンぎっしりぎっしりというのがスラムダンクなんですよ。叩きつけるようなダンクシュートのことをスラムダンクって言うんですね。で、この作品がまさにですね。この。すっごいいい時期でバーン終わるっていう意味でもうダーンというね。もう叩きつけるようなう伝説の作品なんです。さあ、中身行きましょう。外観は終わりましたね。 まず主人公だ。桜木花道。見てください。このレッドヘア。綺麗に赤く染まっております。こちらね。やんちゃなんです。不良なんですよ。この不良が、まあ、その、要するに喧嘩では負けたことないっていうね。中学時代から喧嘩で負けたことない。やんちゃなんだけれども、女性にめっぽ弱い。全然モテないんですね。 モテないんで、もうなんか彼女が欲しくてですね、もう告白して告白して、告白しまくる。ね、接操ないですよ。ね、しま、しまくるんだけど彼女が欲しいんですよ、どうしてもね。そう、思春期ですからね。だけど、振られて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 振られ,振られまくる。それをヤンキー仲間たちにも笑われてる。花道、桜木花道って言うんですね。桜木花道全然モテないなぁなんて言われて笑われてる。クソで、それです。一番最近振られた女の子がですね、好きな他の人、好きな人がいるの。誰ですかそれがバスケ部の人なのって言われてからですね、 もうバスケ部だと気に食わねえと。バスケットボールなんてものがまあ好きじゃない。なんだそれは。なんだバスケ部の何がいいのなんなのって言ってて、バスケットボールっていう言葉を聞いただけでも腹が立つっていう精神状態になってた時に出会うのが、この春子って女の子なんですね。この春子っていう女の子がヒロインです。さあ来ました。赤木春子ですね。この赤木春子、表紙で言うとこの子なんですね。綺麗ですよ。かわいい。もうね、もうピュアな感じをね。 何ですかこのボブカットっていうんですかね。一番この思春期の男子が一番この好きなフォルムしてます。はい。赤木春子、ピュアです。はい。ドジっ子なんですね。その赤木春子ね、が話しかけてくるんですよ。この赤木春子っていう女の子はですね、お兄ちゃんがバスケットボール部の選手なんですね。それで、なんとかですね、部員を増やしたいと思って、男子バスケ部の勧誘をしたんですね。そして後ろから声かけられるんです。 バスケットはお好きですかね。バスケットはムカつくって言ってる時にいきなり後ろからバスケットはお好きですかって言われたもんだから、そのヤンキーの花道はですね、あーっと言ってですね、機嫌悪く振り返るんですね。そしてパッと見たらですね、むちゃくちゃ可愛い、ドンピシャ可愛い、この子が好きだっていう女の子が現れて、バスケットお好きですかって言うわけですよね。それでですね、花道調子いいですから即座にですね、大好きです。 スポーツマンですから。まあ、嘘をつくわけですよ。あの、スポーツマンでもね、ただのヤンキーだし、なのに、もう、あさっきまではバスケットなんてもう、口出したらぶっ殺すのね、あれはバスケットお好きですかパッ大好きです。スポーツマンですから。言うわけですよ。これが面白いですね。スポーツマンですからって、え、本当ですか嬉しいって言ってですね、体育館に連れて行かれてですね、 あの、だって桜木、桜木くんですよねって言って、ね。桜木くんものすごい背が高い。だから、タッパがすごいあるんですよ。もう180以上あってですね、でかいんですね。だから喧嘩で負け知らずだから、もう、まず桜木花道はとてつもなく運動神経のポテンシャルが高いんですね。その桜木花道に対してですね、ちょっと、バスケットボールやったことありますかみたいな。ない、ないですけど、みたいな感じになってですね。あの、ちょっと、じゃあ触ってみてくださいって言ってですね、ボール持たせたらですね、いきなり片手でこうやって持つんですね。あんなでかいバスケットボールって片手で持てないんですよ。 なので、バッて持って、こうですかとか言って、片手で持ってる桜木くんすごいとか言って、これ絶対バスケ部の救世主になるって言って、で、ダンクシュートっていうのがあるんですよって言って、もう、桜木くん背高いから絶対ダンクシュートできますよとか言って、やってみてくださいとか言って、え、どうするんですかって言ってね、あの、叩き込めばいいんですあの輪っかの中に叩き込むんですって、やってみせましょうとか言って、ポンポンポンってやって、ビューンって飛ぶんですよ。そしたらね、とんでもない脚力ですごい飛ぶんですね。ヤンキーが女の子にいい、 ところを見せようと思ってですね、全力出して飛ぶんですよ。そしたらすごい飛ぶから、もう春子びっくりして、すごい飛んでるってなって、うわーなるんですけど、もうやったことないんで、あの、桜木花道は。やったことないから、ゴールに叩き込み方がわからないんで、あの、ジャンプしたらいいものの、どうすればいいのかわからずにですね、その、バスケットボールのボードにですね、頭ガーンぶつけて落ちるんですね。ブワーなって、いや、春子さんとか言って、いや、でもすごいよみたいな。 大丈夫ですかみたいな。桜木くん。でもすごい。もうあんなとこまで届く人いないんだから。絶対にバスケ部やってくださいって言って、いい気になるんですね。ところがですね、春子の言葉の端々にですね、ルカワくんぐらいすごいかもとか、ルカワくんぐらい背が高いとか、ルカワくんが決めてたダンクがどうこうとかって、ルカワ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 出てくるんですね。出ました。ルカワ。流れる川とか言って、ルカワ。 その名もルカワ楓というのがこの素晴らしく美しいフェイスねこの男はですね同じ桜木花道と同じ1年生なんですが一足早くバスケットボール部に入ってるんですねバスケットボールに入っててもうスーパールーキーって言われてるんですよ中学時代から目立っててですねそいつが湘北に入ってきたスーパールーキーが入ってきたぞーってもう成り物入りのスーパールーキーですルカワ楓 しかも顔がめちゃめちゃかっこいいですよ。だからもうすでにですね、もう女の子のファンがキャー言ってる。で、何を隠そうこの春子もルカワのことが大好きなんですね。ルカワですね。ルカワ、ルカワと付き合ってるんですかってなるんですね。したら、いや、付き合ってないですなって。ルカワ君私のことなんか見えてないから。みたい,ないや、付き合ってないんだよかったと思ったらですね、片思いなんですって言われて、バギャーン 片思いとダメ <laughs> じゃんとなん <laughs> じゃそいつってルカワふざけんななんだルカワってなったところでですねルカワがまあ背が高くてですねあのこのルカワって男はですねもう本当に自分を信じてるから基本的にですねもう寡黙なんですけれど。 もうこびないですね。だから上級生だろうが何だろうが絡まれても知らねえっていう感じなんですね。なので目つけられて、屋上で絡まれて、喧嘩になっちゃってたんですね。で、それをですね、ルカが、でもやっぱり強いんで、その絡まれた上級生たちをぶっ倒してですね、倒したところに、悪いところに花道が来ちゃうんですね。あれとか言って。花道のことを呼び出した先輩でもあったんですよ。 うん、で、で、あの、ルカに絡んでった。だけどルカが帰りちにした。さ、花道はですね、要するによく呼び出されることがあったので、あの、上級生に目をつけられて、呼び出されて行ってみたらですね、上級生が倒れてると。一人ふ人、知らない男が立ってると。てめえ誰だと。で、俺がルカだと。てめえがルカーかと。そういう最悪の出会いをしたりしてですね、もうああだこうだ言いながら、ライバルとして出会うわけですね。はい。で、バスケなんてもうやってらんねえと。なんだルカは気に食わねえと。 いうところの上で赤木に出会うんですね。赤木っていうのがバスケット部のキャプテン。現3年生なんですよ。もうその、フォルムで言うとですね、こういうちょっとこう、カクッとした髪型でね、こう、強化型メンディー的な感じなんですよね。くしくもですよ。くしくもこの強化型メンディー的な感じ。ゴリあだ名はゴリです。ゴリラみたいだからゴリって言われてる。この赤木、竹のっていう男がいるんですけども、そいつにですね、 えー、見出されるんで、すねうん、で、見出されるというか、なんか生意気なやついるなと。で、桜木はですね、ルカワと春子さんの一見で、やっぱりバスケ大嫌いってなってたんで、バスケなんてもう絶対嫌だってなってた時に、赤木と出会ってですね、バスケなんてマジでやるもんじゃない、玉入れ遊びだって言っちゃうんですよ。 したら赤木がですね、慣れるな、この野郎と言ってですね、ワンオンワンで勝負だって、やってこい、このあ、あのや、やんちゃ坊主がって言ってですね、何とか言ってですね、なんといきなりですね、赤木と桜木の対慢対決になるんです。で、そこで、ルールも知らないから、絶対勝てないんです。ところが、ズバ抜けた運動神経で、なんかこう、感じるもんあるんですね。こいつなんかやたらとジャンプ力とかあるな、みたいな。そういうのを見出されてですね、なるほど、と。ね。で、吸ったもんであって、 やっぱり、まあ、ルカートの剣もね、うは、まあ、誤解だったのかとか、いろいろあってですね、バスケット部入りますと、ね。桜木はですね、その赤木がですね、戦って倒した後にですね、春子のお兄さんだってことを知るんですよ。赤木春子って言ってましたね。赤木武則は赤木春子のお兄さんです。兄弟で全く似ても似てかないいかですかね。お兄さんはゴリ。 言われててお、もう、妹はめちゃくちゃ可愛いっていう、この状況に戦って散々大騒ぎして、赤木こらーみたいな、バスケがなんじゃこらーとかやってですね、わーわーわー,わーやってですね、最後ね、もう、お見合いになってどうのこうのなった後にですね、あの、お兄ちゃんと言ってですね、お兄ちゃんってですね赤木武成お兄ちゃんだってことに気づいてですね。 本当すいませんでしたっていう、あの、急に謝り出してですね。あの、な、な、なすいません。あだから、お兄ちゃんに気、あの、気に入られたら、春子さんが好きになってくれるかもしれない。そして、バスケットボールで勝てば、ルカワよりも俺のことが好きになるかもしれない。そう、そういう、最初はそういう動機でですね、バスケットボールを始める桜木っていうのがいるんですね。 はい。桜木、ルカは赤木が出揃いました。天才肌のルカは、キャプテンでバスケットボールが大好きな赤木。えー、そことあ、バスケットボールじゃなく、最初は恋愛目線でバスケットボールに出会った運動能力がやたら高い桜木。そこら辺が一、二巻で描かれます。はい。バスケットはお好きですかから始まるというお話でございますね。そんな中、もうここでですね、VS 量団、練習試合。ね 桜木君、ルカ君が入ったからこれからお兄ちゃんがあの思ってたような強いチームになるね、湘北は強くなるねなんて言うわけですね、はい。そんな中ですね、先生が現れるんですね、先生、それが安西先生というね、こういうね、はい、こういうキャラクターです。安西先生ですね,白,い髪なんですね白髪の、まあ、言ったらもう、ほぼカーネル・サンダースっていう感じですね。 ちょっと、あの、しっかりめにチキンを食べたっていう感じのカーネル・サンダースがあいるんですけども、この安西先生っていうのが、フォッフォッフォとか言ってですね、優しそうな感じなんですよ。ね。で、優しそうでなんか使えなさそうな感じの監督なんだけど、なんだか昔はめちゃめちゃ厳しくて怖かった。だから、今はね、白い髪の仏って言われてるけど、昔は白い髪の鬼って言われてたっていう、 すごい実績は持ってるらしいんだけどという、こう謎の監督が現れるんですね。その監督が現れて伝えるんですね。練習試合が決まりましたよと。両南との練習試合ですって言って全員がうわっと言うんですね。両南っつってね。それが、両南という高校が、もういわゆるその、今後ライバルになる高校なんですけども、両南という高校はですね、なんと県、県予選、インターハイではですね、県のベスト 1>, あ1位と2位しかインターハイっていう全国大会に出れないんですけど、その前回のインターハイでですね、去年。 ベスト4まで行ってんすよ。だからもうあと一歩で全国大会ってとこまで行った、両南っていうすぐ強豪校ですよね。片谷、昭北は去年1回戦で敗退してますから、完全なら格上との練習試合が決まりましたよ。フォッフォッフォッと言われるわけですね。両南って、そんなすげえのかね。そして、桜木、ルカは赤木、VS 両南戦が始まるんですね。で、両南戦ってのはこれ良くて、なんせですね、両南は特別な高校。なんでか、仙道がいるからです。両南。 仙道です。はい。この仙道っていうキャラクターも特別で、ちょっとね、この表紙だと少し分かりづらいんですけれども、ちょっと上が切れちゃってますからね。上髪ツンツンしてます。背高いです。で、才能で言うと、1年前のルカワ。というぐらいですね、去年スーパールーキーと言われて、ものすごい注目された選手、これ仙道。その上で、 すごく人気があるんですね。その、チームメイトからも人望があるんです。だから、科目でワンマンなルカワとはちょっと違うんですよ。人望もあって、チームメイトからも信頼されてる、これ2年生なんですよね。えー、チームメイトからも信頼されてて、ひょうひょうとしたキャラクターなんですよ。もうこの熱い熱いですね。もう、あの、ルカワもね、もうずっと、オラオラギラギラなんですよね。で、赤木もですね、もうギラギラなんですけど、これ仙道っていうキャラクター、ひょうひょうとしてるんですよ。口癖が、さあ行こうか。爽やか。 <laughs> さあ行こうかっていうね <laughs>。まだそんなに焦る時間じゃない <laughs>。すげえ爽やか <laughs>。だから、このスラムダンクにおいて、このルカワっていうのが圧倒的、この女子人気をね、読者から勝ち得てたんですが、それともうほんと匹敵するぐらい人気なのはこの仙道です。この仙道くんっていうのもむっちゃ人気。この仙道っていうものがいる良難と向き合うことになるんですね。さあ来ますよ。この仙道と、もう一人ね。 ウオズミっていうこれね、キャラクターが、ね。これはね、な、ま、んだろう、その、赤城にライバル心を燃やす男なんですね。ウオズミっていうね。これはですね、も、ま、う、あ、ほぼ赤城です。ゴリです。ほぼ。ほぼゴリです。はい。そういうですね、仙道君っていうものと、ウオズミっていう、もう赤城とかなりこうね、こう、拮抗した力を持つ人間のいる、両南にですね、行くわけですね。実はですね、この昭北はですね、両南に前負けてるんですよ。 全然負けてんの。で、その時の評価が、ボロ負けした。しかも100点ぐらい差つけられて、ボロ負けしたけど、赤木だけは輝いてた。だから赤木とマッチ、一人で、あの、1対1で対決してた、この魚住、マークついてた魚住だけ抑え込まれてた。それが魚住は許せないですよ。行難は強い、勝ったのに、赤木だけ、だから、赤木っていうのは実はですね、この弱小校において、一人木を履いていた男なんですよ。 赤木っていう男はね、もうとにかくそいつだけは、もうすごい強いプレイヤーなのに、なんであの弱小校でワンマンでやってんだと。かわいそうになぁ、赤木。もう周りが、周りがもうちょっと優秀だったら絶対強い高校だぜ、湘北。それぐらい赤木は優秀なプレイヤーなのに、すごいプレイヤーなのに、全然恵まれてないね。ここがね、なんで恵まれてないかも実は理由があるんですよ。理由があるんですが、それが一番の苦悩なんですね、赤木。くーっと。 だから、要するにメンバーのいないなリーダーーダってですよメンバーがいないんですよついてこいっつってついてこない赤城だけが頑張っちゃってるそういうチームだっただからなめてかかってるんですね両南もね赤城どうせ赤城のワンマンチームだろうっつってですねうちはもうね今さら、まあ、に赤城と対抗馬としてその育ってきた魚住魚住はもうもう負けねえぞってなってるさらに向こうのチームに一切いないスーパーエースがいるそれが千堂君ですっていうね その状態で戦うんですが、ちょっと勝手が違いますぜ。今回入ったのがルカワですぜっていうところで、すげえいい試合します。で、桜木はっていうと、その、桜木ができることってね、実はめちゃくちゃこの時限られてるんですね。何ができるか。まずダンクができます。バーンダンクはできるんですよ。でかいから、ポテンシャがあるから。その上で、レイアップって知ってますかねこう、ゴールしたで,ですね、 ゴールのその輪っかの下でヒュッとですね、こう添えるようにですね、こうヒュッとやってですね、入れるっていう、こう非常にシンプルな、ボールをポーンって浮かして入れるみたいなんですね。これ、こういうシュートでもないですね。こういう風に入れるっていう。これレイアップって言うんですけども、それをですね、学べって言われてですね、この両南線の前にですね、いや、そんな、僕には、俺にはダンクがあるから大丈夫だと。 そんな庶民のシュートはやらないって言われて、ボコーンって殴られてですね、庶民シュート覚えろっつって、庶民シュートを練習を、は、は、はる子と一緒にしてですね、庶民シュートはできるようになりましたと言ってですね、レイアップはできるようになったと。で、その上で,ですね、赤木に、お前来いと言われてですね、お前に一個教えておくぞ、な。リバ,リ,バリ,バリバウンドってのを知ってるわけ知ってるわけって言います。ねリバウンド。え、リバウンドってね、リバウンドってね、もうバ、実はですね、この漫画すごいのは、バスケットボールを知らない人にもですね、 しっかりとルールや技を教えてくれるっていう丁寧さも持った漫画なんですよ。なんでかというと、この当時、スラムダンク当時、90年代初頭っていうのは、あのサッカーの J リーグっていう、サッカーのプロリーグが日本にできた頃で、もう家で野球を見るお父さんっていう、テレビで野球を見るお父さんか、J リーグが始まって、あのー、サッカー部に、あのー、入部が増えた、状態ぐらいなもんで、野球が絶対王者で、 で、野球漫画がすごかったです。タッチとかもそうでしょ野球漫画でしょあの、ほ、あの、何その、星ヒュ,ヒューマンみたいなね。巨人の星とかも野球漫画ですよね。で、野球漫画が全ての中で、サッカーっていうものが、こう、芽生え始めたっていうぐらいの時代に、バスケットボールですよ。いや、知らん、知らんと。少年たちは、はぁと。 何このスポーツって言ってる時にですね、丁寧に教えるんですよ。少年たちよと。バスケットボールというものすごい面白いスポーツがあるから、それを知れという作者の情熱がですね、丁寧にあって、それが全くのズブの素人、桜木にですね、この周りの人間が教える形によって読者にも教えられるんですね。で、リバウンドってのあると。リバウンドなんすかと。ね。それはですね、要するにバスケットボールってゴールをシュートして、 弾を入れようとするんですけども、サッカーとか野球とかとも違って、やっぱゴールの枠が小さいから、こう外れるんですよね。ガーンって外れることがある。むしろ外れることの方がね、まあ言ったら、まあ最初は普通じゃないですか。外れる。それを外れたボールを取ることをリバウンドって言うんですよ。これがすごい大事なんだと。なんでかっていうとね、外れ、シュートしても外れたのをこっち側が取ればもう一回打てるんですよ。 だけど、向こうに取られたらすぐカウンターされるっていうね。だから、そのシュートの次こそが大事なんだ。そのリバウンドってのをお前はできるはずだからやれって言ってですね。リバウンドを制する者はゲームを制す。この言葉を言われるわけですよ。リバウンド実はこのね、リバウンドという非常にバスケにおいて、実地味なね、地味にも見える この技術こそが大事なんだという作者のですね、徹底したこの気持ちがですね、その桜木に追わされるんですよね。だから桜木はリバウンドはできると、体格がいいですよね。その上で運動神経がいいから、もうとにかく細かいシュートの技術とかが一番苦手だから、もうとにかく弾をこぼれ球を奪い取る、ぶん取るっていうことだけやれーって言われてですね、とにかくリバウンドだけ覚えさせるんですね。なので、ダンク、レイアップ、リバウンド、たった3つの武器で、両ナと戦うことになります。はい。 ところが、このルカワというものが入った赤木ともいうものがいることによって、かなり拮抗した戦いになるんですよ。桜木はもちろんでね、ちょいちょい足引っ張るんですよ。あの、わけのわかんない、その反則。あの、普通の人だったらやんないようなミスをしてですね、ピーメトラベリングとかね、<laughs> あの、それぞれそのバスケ覚えたてのやつがやるミスですやん、みたいなのをいっぱいやりながら、なんだあいつはとか言われながらですね、そのルカワというものを鮮烈なね、 で、ルカワがもう先導に対してもうライバル心を燃やすわけですね。で、先導も、先導も面白いやつが出てきたな、という赤木ルカワ VS 魚住先導体制っていうものが両男とのね、えー、ライバル試合で、えー、植え付けられるわけですね。その中で、最後の最後、ね、なんと、桜木、あ、ラッキーなことですね。レイアップシュートをですね、決めるんですよ。ふわーって言って、レイアップ決まったーとかっ,って大喜びするんですね。そのレイアップで逆転するんですよ。 一点差だったところに、二点の,そのレイアップが入ったから、やったーって一点で逆転したーってでも、残り数秒あったんですね。わーとか言ってる間にですね、仙道が全然余裕でですね、パーってですね、もうラストの数秒でですね、仙道が決めてしまうんですよ。で、えーって,ってその仙道に負ける。仙道が走ってた。もうトラウマですよね。ラスト仙道が走った。 レイアップで喜んでた花道ラスト決めた仙道もうかっこよすぎるんですよ仙道がだからもう敵チームながらもう本当、その湘北以上に人気のあるこの仙道っていうものが鮮烈に刻み込まれるのがこの漁南練習試合ですただ皆さんこれはまだ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 序六地でございますこれね何でかっていうとい。他にもねあの小暮君っているんですよあの メガネくんというあだ名の小暮くんっていうこれも赤城と同じね3年生なんですけどもあの能力で言うと非常に普通 <laughs> 非常に普通というですねもうあのすごいプレイヤーではないんですでも赤城と一緒にですねこう、バスケが好き,だ好きだからっていうすごいバスケが好きだけど才能はないでも続ける部活ってそういう人いるよね で,で、そう、そういう人いるじゃん。だって、そうだった人もいると思う、今見てる。だからね、この小暮もむっちゃ人気あんの。ある意味、影のむっちゃ人気ある人で、いやいや、桜木ほどのバイタリティ、ね、えー、ポテンシャル、ね、ルカワほどのセンス、で赤木ほどのね、その、うん、何、その、バスケの力、ないけど、ないけどバスケ好きだったんだよ、とか、部活で一軍になれなかったけど、俺ずーっと続けてたっていう人たちのスターです、これが。 小暮くんっていうね。いるんですけど、でも、それはね、それではやっぱ勝てないよって中で、さあ、ついに宮城と三井がやってくる。ねこのペースでやったって俺、終わるんですかね。ちょっとごめんなさい、エクストラみたいちょっと、情熱がまさっててますけど、宮城と三井がやってくる。この宮城ってやつがですね、2年生なんですね。背が低いんです。背が低いんですが、ものすごいスピードがあってですね、強いプレイヤーなんですね。この宮城っていうのが戻ってくるんですが、 なんで今更戻ってきたか実はですね、喧嘩騒ぎを起こしてたんですね。この宮城って生意気なんですよ。勝ち気なんでね。俺ナンバーワンプレイヤーになりますからっていうことを豪語するやつなんですね。だからそういう意味では桜木って非常に性格で似てるところもあるかもしれない。そんな宮城が、おめぇ生意気だなぁって言うとですね、先輩に絡まれて暴力沙汰になった。その時の暴力沙汰の相手っていうのは三井っていう男なんですね。 その三井という三年生に、宮城お前生意気だなということで囲まれた。で、囲まれたけど、これの主犯格は三井だから、俺は三井だけはボコボコにするって言って、宮城は三井だけをボコボコにして歯を折るんですね。だけど、そんな中、その三井は失神させれるんですけど、囲まれるから宮城ボコボコにされて病院よくなると。宮城も三井も病院送りになってたというとんでもない暴力事件で、離れてたんですよ。ね。 う運ですね、赤木はね。強いプレイヤーがいても離れちゃうんですね、うん。それが戻ってくるぞ。宮城がついに戻ってくるってなったんですが、宮城が戻ることをやっぱり三井は許さない。これがなんでなのか実はですね、宮城がバスケットの練習にもう一回合流したらですね、バスケットボールのその,その体育館にですね、不良たちがなだれ込んでくるんですね。おい宮城っつって、ね、終わったと思ってんじゃねえぞっつってですね、やめろっつって。 ここでもう、もう、喧嘩はもうしたくない。その離脱したくない。バスケやりてんだよ。ってね。許さねえぞ。っつってねおい、宮城。っつってですね もう喧嘩になるわけですよ。うわーなるわけですね。で、三井がまたですね、とんでもないですね、その鉄男っていうとんでもないですね、あの、もう筋肉がすごい、もう、も、ま、う、あ、格闘が強いみたいな、そういうやつを連れてきちゃうんですね。おい、鉄男やっちまえみたいなですよね。ボーンってね、もう大騒ぎになるんですね。うわーどうするんだその時に練習の時、まだ赤木いないんですね。赤木いない時に大騒ぎになって、喧嘩になって、どうしようなんて、小暮君がもうどうしようなんて、メガネこうん、んどうしようとか言ってるんでね。そんな中ですね、その、もう、おもう、桜木がですね、 いや、宮城がもう手出す、出せないから殴られる一方で行くしかないって言うんだけど、このね、三井が連れてきた鉄尾がね、もう、宝器の鉄の部分のここで歯いっちまおうぜとかってわけのわかんない、もうとんでもねえこと言うんですね。もう、もうれ殺す気かーっていうことで言ってて、ね、それで切れた花道がですね、てめえこんやろうつってですね、鉄尾とですね、喧嘩するんですね。もう、花道はですね、桜木花道はもう、もう関係ねえつって、もうやっちゃうんですね。でも乱闘騒ぎになってるところに赤木が帰ってくるんですね。で、赤木がパッと帰ってきたらですね、その先生たちがですね、その赤木君なんか体育館騒がしいけど、君何やってんの ってバーンと赤木が閉めてですね今、秘密の練習中ですので私の責任で秘密の練習中ですのでって言ってですねあの返してですね、お前ら何してんだゴンゴンンやってですね それで、なんでこんなに三井が必要に宮城を狙うのかっていうところが桜木は分かんないんですけども小暮がそこで言うんですね「三井はバスケ部なんだよ!」っつってですね「ええー!」っね「三井バスケ部だったの?え」えそうなの?」ってこうなるわけですねで。で三井バスケ部だのになんでこんなことすんの挑発でねもうこんな挑発になっちゃってねもう宮城ぶっ殺してやんよみたいななんでそんなことするんのよ」と実はこの三井っていうのはすごい男だったんですね。 実はですね、中学で MVP を取ったっていうとんでもないエリートプレイヤーだったんですね。もうしかもですね、もう美しいフォームであのスリーポイントシュートの名手だったんですよ。離れたとこから打つっていうあの繊細な技術、スリーポイントシュート。それが決まるっていうことで,ですね。中学時代に MVP 選手にまでなった男。ただこの三井。ね、挫折が一個あった。それ何かというと。 三井が湘北高校っていう風に帰ってってきたんですが、その高校で、まあ、絶対的エースになると思いきや、赤木という存在がいたんですね。その赤木っていうのは、全然その時は下手くそだったんですけど、とてつもない、その、努力家。 真面目で、すごい練習量と、もうとてつもないポテンシャルを持ってたんですね。フィジカルも強くてですね、ゴリと言われるぐらいですから。フィジカルと真面目さを持ってる赤木と、このセンスとですね、その技術を持ってる三井っていうのが反目するわけですね。どっちがリーダーだと。言って始まった当初でですね、三井がなんと怪我で離脱してしまうんですね。で、怪我で離脱してしまって、おい、こんなはずじゃなかったっていう間に赤木を中心としたチームができていく。 そこにですね、怪我でなかなか復帰できないっていう自分からですね、もう惨めで惨めで、こんなはずじゃなかったんだって言って、腐って不良になってしまってたという。そういうですね、まあ、あのー、挫折を味わってるんですね、この三井はですね。で、この三井はなんで、じゃあ MVP 取って、湘北取ったの湘北に来たのここなんですけど、それが安西先生なんですよ。安西先生。ね。小暮が言うんですよ。さっきのメガネの小暮くんがね。小暮くんが言うんですよ。ね。 お前と赤木が来たとき、松北は強いチームになるって思ったのに、ね、と言って、ね。そしたら三井はですね、湘北に来たときのことを思い出すんですね。くって言いながら、湘北に来たときのことを思い出す。何かと、MVP 取った試合があるんですよ。最後の試合、勝った、優勝した試合。その試合でですね、実は本当は、ラスト数秒のところでもう、リードされてて負けるって思ったんですって。 ああ、もうこの試合負けるーって思いながら、ラスト数秒、ボールがポーンと外に出た。そこに、三井がですね、バーッと取りに行くんですね。パーッて、そしたらですね、外にいて見てた先生がですね、そのボールを拾ってポンって返してくれたんですね。それを返してくれた、その先生こそがまさに安西先生だった。その安西先生がですね、返ししなに言うんですね。返しながら言うんですね。希望を捨てちゃいかん。 諦めたらそこで試合終了ですよ。そういうこと言うんですよ。いきなりだから、プレー中に全然違う学校の、違う知らない高校の監督からですね、諦めたらそこで試合終了ですよって言われて、本当にそうだと思ってですね、よし行くぞって振り立たせて優勝したんですよ。それで、あ、あんないい先生がいるんだったら行こうって言ってですね、俺だったらどこだって通用するだろうって言って、勝北を選んだ。 安西先生がいるから小北を選んだ。にもかかわらず、安西先生はですね、その赤木のことも非常にこう、有望視してるわけですから、その上で貢献できなかった自分、どんどん腐っていく自分、そのうさばらしで2年で生きのいい奴が許せなかった。だからぶん殴って、こんな風になってる。でも本当は心のどっかでね、うわーっという思いがあったんですよ。葛藤してたんですよ。そこに、そこに、小暮がですね、 お前、お前がな、こんな目に、す、こんなことになるなんて。こんな風に,に宮城をこうやって、こんな不良になって、こんなバスケ部をぐちゃぐちゃにする。俺と赤木とお前がいたときに、俺がいれば全国行けるからって、言ってただろ、三井お。夢にさせるようなこと言うんじゃねえよって言うわけです。そしたら三井が、ぐわーんなってるところにドアがバカーン開いて、うん、罪が。 現れるんですすねね安西先生ファー現れるんで,す、ね、でバッカン光の中からブワ「うわ安西先生久しぶりです」ねもう学校やめてもうでもヤンキーたちとつるんでねもうなんかノーヘルドバイク乗ったりしてですねもうヤンキーたちがタバコ吸ってる人バーッとか言ってねそういうことで「はハ,ッハ,ッハッとか言ってた生活吉バッカンで安西ファーきてその瞬間もう三井が「ぐわー涙出てきて「はっ安西先生」 バスケがしたいですっていうふうに泣くんですよ。うわーって泣くんですよ。うわーって本当はバスケしたいんじゃねえか、三井って言ってですね。それで、その喧嘩騒ぎになってて、これどうするんですかってなった時に、その桜木花道のそのヤンキー仲間の連れが全員ですね、俺たちがやりましたって罪を全部被るんですね。で、その三井の連れてきたヤンキーの哲夫とかも、まあもう三井のこと見てですね、ああ、俺たちがやったっていうことにするんですね。 なので、バスケット部を謎のヤンキー軍団がボコボコにしたっていうだけの事件として処理すると。でも桜木の友達のね、水戸、水戸とかね、いろんなやつがいるんですけど、その桜木の友達と、その三井の友達が全部罪被って、三井を守る。バスケ部を守るっていうことで、なんとか三井戻ることができたんですね。 やっぱりやりたかった。それで三井を心はあの改めてですね、もう一回ですね、あの、宮城にですね、あの、おられた歯をですね、ちゃんと歯医者行って入れてですね、そのボサボサになってた髪をですね、さっぱり切ってですね、かっこよくなって帰ってくるんですね。かっこよくなって帰ってくるんです。それがこの三井です。三井久志。はい。さっぱりしてかっこよくなりました。この三井久志という男はなんとこの、ルカは仙道に次ぐ女子人気です。まあ、とにかくですね、その、 あのー、かっこいいんですよ。あの、もう本当中学 MVP でエリートですから、もうプリンスでしたから、元プリンスですから、挫折してもう一回上がってくるというその様。その様も含めてですね、三井くんと三井というあだ名で,ですね。三井好きという女子が続出というね、そういう状態でございます。はい。あの、だって、スラムダンクってね、スラムダンクって、一番の目台詞が、 安西先生、バスケがしたいです。もしくは、諦めたらそこで試合終了ですよ。これだけ名台詞知ってるっていう方もいると思います。これはなんと、主人公でも、そのライバルでもなく、なんと、この三井久志の台詞、そして安西監督の台詞なんですよ。どれだけ脇充実してるか。もう脇じゃないんですよ。そう。この5人こそ、まさに主人公。そういうですね、この湘北高校。 ね、出来上がったよと、もうここでできるんですね、諦めたらそこで試合終了ですよでも聞いたら、もう思い出して、犯罪でん、バスケが <laughs> したいです、もうその,その泣き声です、もう会った瞬間泣いてますからね、ぐわーってね、どんだけお前、試してたんだってね。 それで、春子が喜ぶわけですよ。宮城も三井も戻ってきた。その上で桜木くんも、ル川くんもいる。ね、うちのお兄ちゃんは大喜びだ。った、ね、これ、昭福絶対強くなるよーって言った時に、そうですねって言ってですね、そのあ、桜木が言う言葉はですね、その、任してくださいと。天才ですからって言うんですね。天才ですから。 自分のことをまだだってレイアップとリバウンドしかできないのに、もう天才ですからっていう。まあその、桜木のポジティブさっていうのがも主人公前なんですね。主人公ならではの、天才桜木とかね、天才なんだってね、自分で振り立たせるっていうタイプですね。だからその春子に向かって、天才ですから 任せてくださいと。この5人になったら、ね、インターハイの予選、ね、通過できてインターハイ全国大会行けるかも。ね、ずーっとお兄ちゃん行きたかった。全国制覇するっていうのがずっと夢だったの、お兄ちゃんをね。だけどずっと行けなくて可哀想だった。ね。で、それをもしかしたらいけるかも。任せてください天才ですからっていうわけですね。そして、ついにインター、 インターハイ予選が始まるんですよ。神奈川県予選が始まる。この5人がですね、うー、あの、ついにデビュー戦を迎えるそれが VS 三浦台なんですね。この三浦台戦はたった1巻しか描かれない。でもね、県ベスト4なんですよ。三浦台のやつがですね。あ,あ、翔北とか言ってね。なんだそれ <laughs>。おい、全、去年1回戦敗ただろう。赤木しかいないチームだろうとか言ってですね。ははは。<laughs> とか言って来るわけですね。ええ、ところがですね。 あの、序盤はですね、三浦大で優先に進む。なんでかというとですね、あの、このルカはあ、ルカは、ルカは、桜木、宮城、三井がですね、全員下げられてるんですね、ベンチにね。赤木とか小暮とかが出てるんですよで。去年と同じメンバーが出てるわけですよね。うん。で、で、三浦大が、あは <laughs> やっぱりワンマンチームじゃんとか言うわけですね。で、なんで出してくんねえんだよっつって、安西にね、安西監督にこの桜木は、親父って呼んでるんですね。 おい、親父なんで出さねえんだよって言うんですね。俺たちはなんで出さねえんだよってったらね。あなたたちは喧嘩をしたから、お仕置きですって言うんですね。<laughs> 喧嘩したから,ですから、ね、三井がですから、すね。すいませんでしたみたいなね。くソそみたいな。喧嘩したからってね。ルカもボコボコにね、あの、喧嘩なんと参加してましたから、4人でですね、反省のためにですね、あの、お前ら出るなって言われてね。で、三浦太たらいおーいとかね。お前、まあ、全然、去年と変わってねえじゃねえかよって言ってね。その頃その、ね、フラストレーションが溜まった頃にですね、じゃあそろそろ皆さん行ってらっしゃいって言ってです、ね その4人を投入するんですね。そしたらですね、もうもう8区の勢いなんですよ。なんじゃこりゃって、とんでもない、ルカワ・ボーン、宮城ゴー,木ゴーン、三井バッシュ、桜木ドゴーンでですね、なんじゃこりゃで勝つんですね。うおー、すげえ。 もうここでですね、だからもう今までのテンションは違うんですよ。もうこっから公式戦のスタートからもう8区なんですよ。え、去年までの湘北じゃないんですけど、何このならずもの集団。なんか赤い頭の奴いるし、すんげえ見たことねえ奴らばっかりじゃんって。だから新入生ですからね。1年生ルカは、1年生、えー、桜木。で、喧嘩で離脱してた宮城と、1年生の頃からリタイアしてた三井っていうのら全然情報がないのに、とんでもない奴らが <laughs>、ならずもの集団が現れてですね、 三浦大ボコボコにしたんですね。はい。で、この三浦大戦ちょっと面白いのが、その、桜木がですね、フリースローを覚えるっていうね。フリースローってのはね、ファウルとかをね、あの、相手のファウルとかを取った時の、その、まあ、ご褒美的な、その、なまあ、その、なんですかね、サッカーでいうとこのペナルティーキックとかね、あの、コーナーキックとかね、まあ、わかんない、その、そういう、ある、あるじゃないですか。その、ペナルティーによって、その1、一個シュート入れれるよ、みたいなね。それですね。はい。あの、ペナルティーキックに近いですね、サッカーでね。 それのフリースローがですね、できないわけですよ、桜木ね。うんうんって。シュートの繊細で分かんないですから。これど,うどうすんだってなってですね。一発目になんか、こう適当になんか投げ,投げるんですけど、ね、外すんですね。ダメじゃねえか、おやつ、あ、むちゃくちゃ下手じゃんとか、ね。さっきなんかすげえ動きしてたけど、なんかむちゃくちゃ下手じゃないって言われる中ですね、そのもう分かんないっつってですね、あの、フリースローをですね。こうやって投げるんですね。あの、こうやって投げ始めるんですよ。 なんだあの投げ方ってゲラゲラ笑われるんですけど、苦労とかグーって向くって何ってなるんですね。苦労とかグーってなってね。NBA 選手にかつてそういう選手がいたらしいんですよ。あの、偶然。 偶然、あの、苦肉の策でこうやってやった方が入り、入りそうとか言ってですね、桜木がこうやったのがですね、伝説の NBA 選手と同じフリースローやとか言ってですね、大騒ぎになるっていうの瞬間もあります。はい <il>。そんな中、三浦大もボーン、ぶちのめしてですね、うわ、なんかすげえね、そっからトーナメント、もう8区の4連勝。そこも省かれます。この省き方がこのスラムダンクですね。もうそこからですね、バーン、バーン、バーン、4連勝したのはお兄ちゃんのチームって感じで、ポンポン、ポンバンポンって言ってですね、そのトーナメントの決勝まで行っちゃうんですね。 はい。決勝と言いますか、実は、ね、あのー、トーナメントで、要するに、ベスト4まで残れば、トーナメント戦まずやって、ベスト4に残ったら、その、ベスト4でリーグ戦をするという、そのベスト4リーグ戦をかけた、トーナメント、ベスト4にまで行かないと、リーグ戦にならないんですよ。そっからベスト4でリーグ戦して、2位までをインターハイに行くので、そのベスト4のリーグ戦を塞ぐのが、商用という高校なんですね。この商用という高校、なんと前回の県2 ナンバー2。だから、両年よりも格上。って言ったら、その、うん、じゃあ絶対あかんやんっていう、この商用。と、新世商北がどう戦うか、これも面白かったですね。はい、商用はですね、なんと、すごいまたいいキャラクターがいるんですよ。こちらです。はい。藤間というキャラクターがいるんですね。この、これ、これもね、イケメンなんですよ。藤間くん。これイケメンです。はい。藤間がすごいのは、なんと実はですね、 選手兼監督やってるっていう、すんごいやつですね。はい。すごいやつなんですよ。で、監督もやってるんですよ。もう藤間信頼されてるんですよ。ね。で、他にもいろんな選手がいるんですよ。花形とかね、あの、長谷川とかいるんですけど、な、藤間つって。で、この藤間も、不が面白いのは、昭用はピンチにならないと藤間を出さないっていうキャラクターなんですよ。だから、藤間出したら本物。藤間出てきたら本物だねっていう、ね 湘北藤間出せるかなみたいなね。で、クレバーな藤間がですね、行ってこい、お前らなら勝てるから、とか言ってですねで、やるわけですね。で、やったらっ、つって。で、この小洋と戦う。ね。ただね、この、小洋にはですね、長谷川っていうね、こういうキャラクターがですね、その長谷川がですね、三井にむちゃくちゃライバル心燃やしてるんですよ。なんでか。実はですね、三井憧れてたんですよ。だけど、三井が、あの、辞めて、バスケを途中で辞めて、街で不良やってる時っていうのを見てたんですよ。 一生懸命商用、強豪校ですね入った地味な長谷川が自分がかつて憧れてたスーパースター三井が街で不良になって練習もサボってるのを見るわけですよそれで「あんなやつに絶対負けないぞ」って言ってもう練習して練習してあの強豪校商用でレギュラーを勝ち取ったっていやつが「お前にだけは絶対負けない三井」って言ってくるんですね「バスケをなめんな」っつって言うわけですねで三井はですね「何?」とねちょっとこう後ろめたさもあるわけですよ その上で、そいつの熱気に押されてですね、最初はですね、ぐーっと押し込まれるんですね、えー。ところがですね、三井がですね、思い出せと。あの頃の俺を思い出せ。だからここでね、三井がブランクから覚醒すると、本当の意味で覚醒するのが、この商用の試合ですね。 追い込まれたりピンチになってからが俺だったよな。エリートじゃなかった。MVP、MVP ってね、高校に入るとあだ名で呼ばれたんですよ、小北でもね。おい MVP、おい MVP って言われて、なんだかエリートの気がしてた。でも違うよな。俺は中学の時、あの安西先生に諦めたらそこで試合終了ですよって言われて燃えるような、そんな諦めない男だったよなって言って、三井が覚醒します。そんな中、 は、桜木は桜木でですね、非常にコンプレックスを抱えてる。なんでかというと、8区の4連勝したこのトーナメントで,ですね、桜木は全試合で5ファウルを受けて退場してたんですね。あの、むちゃくちゃなプレーでですね、ファウルをピーファウルをピーファウルをピーね、だからすごいポテンシャルを発揮するともあるんですけど、ね、ちょっと細部が分かってないんで、大体において、あの、中盤でですね、5ファウルを受けて退場するっていうですね、あの、目に合ってたんですね。 で、いよいよ商用大事な試合だってなってですね、それで4ファウルまで取られちゃうんですよ。で、また退場は嫌だ。こんな大事な試合で退場は嫌だってなってガチガチになっちゃうんですね。もうなんか全然プレーができなくなってですね、うんで、うぅう、で、どうするってなった時にですね。 で、三井が覚醒した。で、もう、桜木がガチガチになってっゃどうしようもねえんだぞ、ょうよ、相手にっていう時にですね、ルカがですね、桜木を、うん、蹴り上げるんです、ね、ドーンっ,つってね。らしくねえんじゃねえのか、バカ野郎っていうわけですね。それで、それでルカに蹴られたもんだからですね、この辺、つ、ね、やってやらっていうことで、そこでスラムダンク決めるっていう、とんでもない試合です、これ。はい。スラムダンク決めるんですけど、あまりにもですね、あの、パワフルにいったもんだからですね、それがファウルで、あの、退場するっていうね、結局退場するんか、やつね。で、それも得点なら なかったけど、もうなんかすげえことやるやついたって、それで勢いづいたところもあって、最後勝つというですね。商用に勝ちました。はい、はい、<laughs> すいません。こんな感じの解説になりますけど、そんな中でですね、商用にも勝って、もう八九十四用に勝った。三浦大に勝った上で、商用に勝った。お、なんだ、今年の湘北、違うぞー。で、リーグ戦始まるんですね。 さあそのリーグ戦でついに戦うことになるのが県1位の海南,っていうと海南大付属という方法があるんですねこれ、商用戦をですね、見てたやつがいるんですねあまりにもダンディーな男がいるんですねそれが海南のっという男ですね海南の牧という男はですねもう見た目からでしてですねもう高校生とは絶対に思えないというですねダンディーな装いですもうボスキャレのふたちのこのダンディーっていうな、ね、なえなに、しかもスーツ着て見に来てるんですねこうやってですね 商用がここで散るか。とか言ってですね <laughs>。あの、とんでもない、とんでもないダンディーなやつです。お前高校生じゃねえだろうっていうね。で、おなじみのマキなんですね。これが神奈川ナンバーワンプレイヤーと言われるマキ慎一という男なんですよ。もうダンディーダンディー。もう本当にそ、その、ゴージャスダンディー赤木みたいな、そういう感じです。かっこいいんですね。でも別に女性人気があるわけではないっていう感じですね。やっぱこういうのは別にその女性が求めてるキャラクターではないんでしょう。でも男からするとダンディーだなという感じです。はい、マキね。このマキ湯。マキ。 他にもね、ジンっていうですね、あの、三井と同じぐらいスリーポイント入れるやつとかですね、清田信長っていう桜木と同じぐらいやんちゃなやつとか、ほんと、スペックが拮抗してるやつらがいっぱいいるんですね。で、海南大付属は、なんとだから16年連続、神奈川県の王者なんですよ。そこと戦うね。 この戦いも面白かったんですけども、ちょっとょ、時間的にちょっとやばそうなので、それもちょっとキュッキュッキュッとやらせていただきますね。ここで桜木は初めてですね、あの、巻と戦うんですけども、ギリギリわーっせ接す、接、あの、それでもポテンシャルをどんどん伸ばしていくんですが、あれっつってですね、ここのですね、海南の監督がまたですね、すごいね、知的なんですね。高藤っていうやつがいてですね、そいつがあれっつってですね、作戦交代ですね。ま、巻じゃないですね。桜木、桜木に、 ミヤマスをつけろってってですね。それ、控えのミヤマスっていうのがいるんですね。メガネかけたちっちゃいやつがですよね。僕ですかとか言ってですね。ミヤマスっていうね、謎のキャラクターがですね、え海南はマキとかジンとかキヨタはすごいけど、ミヤマスって誰だよってですね。そのちっちゃいやつをつけるんですね。で、桜木っていうのは実はですね、もう自分よりはるかに格上の敵と、もう一生懸命戦ってきた中で才能を開花してきたから、ミヤマスっていうですね、謎のちっこいやつと戦うとですね、どうも調子が出ないっていうですね、そういうところを見抜いて戦ったりですね、赤木が 途中で足を完全にに怪我してしてままったりりとかね大騒ぎになりますそんな中、大ピンチを迎えですね。桜木不発、赤木が怪我、もうボロボロ、どうすんだよ海南王者海南人、どうすんだよで、ルカは爆発です。ここでルカワなんですよ。もうルカワが、おい、赤木が怪我してんだよってもう抜けちゃって、どうすんだよっていう時にですね、ルカがね、ものすごいメラメラ燃えてるんですね。負けねえぞですね。 あの、だから天才ルカワっていうのはね、まあ要所幼少もちろん綺麗に決めてたんですけども、まあ言ったらですね、もう桜木の成長の方が、まあ、もうむしろ目立ってたわけですよね。そんななんかルカワがここで爆発するんですね。もうとんでも怒涛の勢いで,ですね。もう天をとですね、赤木がいないのに、もう天王を取りまくって、もう海南ともうほぼための状態で赤木が戻ってきた時にですね、なんだこれはって言ったらね、ルカワがとんでもない活躍してたっていうね、ええー、ところがあります。ところがそこからですね、後半戦に行くんですが、その最悪のね、ナレーション 入るんですよ宮城はその時思ったスパンスパンスパン牧慎一はまだ本調子ではないのではここから牧大爆発ですあの後半戦牧が大爆発します嘘,嘘だろ牧本調子じゃなかったのかもうそのラスボスの二段変化みたいな感じで,ですねフリーザー第四形態みたいな感じで,ですね牧お前本調子じゃなかったのかよお前という爆発を見せるんですね そんな中ですね、あのー、なんとかかんとかですね、あの、あの、赤木がですね、ガチガチにテーピーングして戻ってきてですね、もう全員でうわーやってですね、戦うんですね、もういいとこまで行くんですよ。いいとこまで行って、あと一歩で行けるかもしれない。もう巻きも爆発してるけど、もう全員がもう全員、もう海難にさえ勝てばーっつって、うわーって。最後ですね、三井がスリーポイント、バーン投げるんですね。ところがですね、清田信長の爪がちょっと引っか,かったんですね、ペン ねあの、すごい精度を保った三井のスリーポイントがそれでガン外れる。いやー、桜木リバウンドだ桜木がリバウンド取る。この1点さえ、この1個、1ゴールさえ決めれば逆転できるかもしれない。あと3秒、いけ桜木がリバウンド取った。じゃ赤木に渡せっていう時にですね、赤木によく似た違う敵チームのですね、高砂に渡し、渡しちゃたんですよ。ミスパス。パスミスでパス、あれっつってね。あれっつって。あと3秒で、リバウンド取って、パスで、あれえっと、た、た、えん ピー、終了。負けちゃうんですね。最後ですね、桜木のパスミスで、なんか、妙な感じになって終わっちゃうんですよ。うわー海南にあと一歩まで行ったのでもう、すごい前線をしたけれども、最後はやっぱり及ばずということで、海南にここで負けます。ね。だから、これ、レオナン、リあの、レオナンのね、練習試合以来ですよ、敗北は。で、言ったら、この5人が揃って初めて負けるの、この海南にね。 まあ、届かなかなったーそれでですね、桜木はですね、もう一時期俺のせいで負けましたっつってですね俺のせいで負けたんだって,言ってですね練習もサボって公園にいたりしてですねで、すね落ち込んでしまうんですけどもルカに「ですね、おめえのせいじゃねえ」っつってねあのうぬぼれんなっつってね全員の実力だっつってねお前がさほどあの、だってことは知ってんだって、ね、お前のせいじゃないってね <laughs> お前のせいで負けるほど。 お前はそんんなに期待されてんねんだって言われてててねねだっ言わですねあの腹がまたそれでまた奮起できるんですけどもその区切りとしてですね階段に負けたっていうことですね桜木がそこで坊主にします紙がねあの赤いリーゼントが特徴だった桜木がですねそこでですねあの赤い坊主になりますはーいこの赤坊主もですね非常に僕として大好きでしてね実はもうリーゼントの時よりもこの赤坊主の方がね あのー、すごいかっこいいなと思ってますで赤い坊主になってよしやるぞとなので、ね、この辺りでですね要するに桜木花道っていうのがもう単純に最初はモテたいね春子に振り向いて欲しいっていうところからもう心底バスケのことが好きになってるんですねで自分がチームに対して責任感まで感じるほどに成長しているっていう様が描かれるわけですよで赤い坊主になってですねであのー、特訓をするんですね えー、お前はシュートが打てないと。確かにと。で、ね、ダンクと、レイアップ、庶民シュートと、で、リバウンドしかやってこなかったんですね。で、シュートもできるようになるぞって、するぞって言ってですね、ゴリからですね、シュートを教わるんですね。で、ど、どうするんだってで、こうかこうかって,ってですね、いや、いや違う。左手が違うって。左手は添えるだけだって,ってこのフレーズが大事なんですね。左手は添えるだけなのか。これがですね、ゴリからですね、丁寧に教わった時に、一番頭に残ったフレーズなんですね。 基礎なんかめんどくせえ。庶民のシュートなんか打ちたくねそう言ってた桜木花道がですね、勝ちに貢献したいから、ま、負けたことを知ってですね、敗北を知って、真面目に基礎の練習をしっかりしようと思って、やったのが、左手は添えるだけだ。ゴール下で、せめてゴールの真下からだ。 ジャンプシュートが打てるようになれよ。それをずーっと300本。毎日練習終わり300本。一人だけ残って300本。あの、昼間も公演で、春子さんに見守れないながらの300本。ね。春子さんはね、応援してくれるんですよ。春子さんは、も昔女子バスケやってたの。お兄ちゃんの影響で。だけど自分は才能が全然なかったんですね。運動神経なくて私ね、同時なの。とか言ってね。だからやめちゃった。でもバスケ見るのは好きなんだ。ね。でも、そんな中でもね、あの、 レイアップシュートは得意なんだよとかって、レイアップシュートの練習付き合ってくれたり、ジャンプシュートもね、こうやって、すごいな、桜木くんとか言って応援してくれるんですね。なんで、そんな中ずっと応援してる。そんな中ですね、こう、海南 VS 両南。これが初めてのですね、湘南、あ、違う、湘北以外の試合がここで一冊描かれます。これはすごいことですよ。なんでかというとですね、それで漫画成り立つのっていう心配をよそいんですね。ここになんとですね、だから海南っていう王者 VS 両南の仙道くんですよ。 だから、先導編ですよ。もうスピンオフですよ。これどっちが強いのっていうね、ことが描かれるんですね。で、先導 vs 巻っていうのが描かれるんですよ。で、これがね、もう、まあ、びれる戦いだったんですけど、この巻っていうやつ、もうあと一歩でね、先導が、あの、追いつけそうだっていうとこあるんですね。もうすげえ高度な最後あの、技決めるんですよ。先導がゴールを決め、普通に決めたら同点。だけど、 マキの反則を誘って、反則された上で決めるってなると、バスケットカウントワンスローっていうのが入りまして、ゴールの点も認められるし、その後でフリースローが1点、あの、追加決めていいっていうのがあるんですね。で、これ、もう、あとこの数秒で勝つには、仙道が普通に決めてもダメだ。ね、だからマキに反則させた上で、その、バスケットカウントワンスロー取らなきゃいけないっていうのを瞬時に思いついて、 先道がすごいスピードであのドリブル決めれてマキが追いかけるんですけど、先道がわざとマキを追いつかせるんですね。でマキはなんとですね、それを気づくんですね。こいつわざと追いつかせてやがると思ってですね。ファールしないんですよ。マキは触らないっていうですね。 お前はな誘ってんな。だから俺触らないって。牧の方が上手だったんですね。先導がくっそーかからなかったか、ズバーンで同点になって、でも結果チームの地形がもう全然あの海南の方が強くて、魚住はその時離脱してたので、最後負けてしまうと。それは先導も分かってたんですね。あの、あの一手に食いついてこなかったな、薪はっていうね、なるわけですね。で、牧は牧でですね、あの一手を打てるようになるとは、もうあいつ俺のところまで来ていると。もう謎のですね、もう頂上の神々の戦い,みたいになるわけですね。その その一手ですね。もうその、わざと追いつかせて、わざと追いつかせて反則させようとするけど、それに気づいてしないっていうですね、すごいバトルが行われて、海南が勝ちます。はい。で、海南はですね、海南、両南、小北あって、もう一つの一強のチーム、えー、もう一個のチームとはですね、勝ってますので、海南は全勝でですね、もう、あのー、インターハイ出場決めます。あ、17年連続決めたなぁと。そんな中ですね、1勝1敗になった、えー 要,要するに両方とも海南に負けてるけど、もう一方のチームには勝ってるっていう、もう両南と湘北の一騎打ちですね。ここですよ。湘北対両南。これは、要するに言っても正当なライバル争いですよね。だな、なんでかというと、この時の両南と戦ってるわけですし、スーパースターが向こうにいるし、もう本当に盛り上がるんですよ。 ここ。もう。で、ここの両南というもう最大のライバルと戦って勝てば全国大会の出場だっていうもう最高に盛り上がる試合です。なので、アニメ版、アニメ版スラムダンクはこの両南戦で終わります。漫画版ではないんですよ。漫画版は続きあるんですけど、アニメ版はここまでで終わるんです。それぐらい、ここで終わってもいいだろっていうぐらいの、もう本当にあの、完成した流れですよね。 もう練習試合でまだ宮城三井がいなかった時の負けた相手と勝てばという状態です。はい。ただこの両南戦ね、向こうは向こうで一人福田っていうね、あの、福ちゃんっていうのが入ってですね、そいつによってですね、向こうもパワーアップして、もうパワーアップした小北隊、入ュ小北隊、入ュー両でですね、とんでもない激突します。 うわー戦うんですがここでものすごいあの怖いのがその両南戦の直前でですねあの安西監督がね病で倒れちゃうんですよ、パーンって、おやじーとか言ってですね、うわー、安西ですよって、一番大事な試合を見に行けなくて申し訳ありませんとか言ってですね安西不在の中ですね、全員がですねもうガチガチになりながらですね行くぞーとか言ってやるんですね。諦めたらそこで 試合終了ですよ。来たーここでーってね、ここでついにあの、あの三井の中学時代以来の名ゼルがここでもう20点差つけられてから試合終了ですよ。どーん安西来ました